そこが知りたいなんですけども、近頃ビジネスマンや OL に人気急上昇なのがお弁当。おかずが盛りだくさん、しかも安いときたら願ったりかなったり。これ中華丼、課長はここの日替わり、700円の課長さんの弁当。一方、コーヒーショップの従業員はどこでどんなお昼ご飯を食べているのかといいますと、はい、昼ご飯って大体何分間？大体15分から20分で。あ、そう、はい、世の中には1万円もする弁当もある。どこのどなたがいただくんでしょう。こちら下町の町工場の昼ご飯は、まかないさんが手をかけた豪華版。ご飯も炊きたて、あったかな味噌汁付き。お客さんが引きも切れない魚屋さん、こちらの昼ご飯は交代制、しかも立ったまんまの慌ただしさ。でも上物のマグロの刺身付きという贅沢な昼ご飯。店の売り物をちょいと失敬した頃も役得ってやつでしょうか。さあ昼飯食ってもう一稼ぎ。おいしい、うん、評判、好きに食べたい昼ご飯。今日お昼何人で仕上がりましたか？何？ついさっきでしょ。何食べたか忘れちゃったよ。昼ご飯。いや、スパゲッティですよ、スパゲッティ。カップラーメン。カロリーメイトをかじっただけです。あららら、本当だ。節約に節約を重ねるお父さんたちに対し、娘たちはどんな昼ご飯を食べてるのか。こちらお嬢様が通う女子大学、カレーライスとかけうどんが定番だったかつての学生食堂とは大違い。今日は何するんですか？今日はまだ決めてない。まだ決めてない。これいくらですか？これ一つ100円です。こっちは何ですか？サラダのバイキングです。でも大体お昼さ、1日いくらとか。ここで定食食べるぐらいで450円ぐらいにはお昼収まります。ハンバーグ定食です、はい、ご飯はもちろん大盛り。違います。あれ、何ですかそれ？カードです。学生カード。学生カードで払うの？BC カードになってるんで。あら、あ、みんな持ってんのこれ？はい。あ、これ見てください、裏が学生証。でこっち側がなんと DC カードにマスターカード、はあ、学生証付きのクレジットカードさえあれば鬼に金棒。買い物だって気ままにできるし、10万円までならお金も借りられる。でも誰が支払うの？あなた、あのカードでお昼買ったりする？はい。それはどこから落ちるの？お父さんの中で。これは相当可愛がられてるな。いえいえ、合計額だけしか出ないんで。このカードから、あなたが持ってるカードからの合計はいくら？だから何を食べたかわからないし、何を買ったかわかんないってとか通なんですよ、このカードに。やった。お父さんはお昼何食べてるか知ってますか？今日だったらもつ煮込み定食。なんだ、なんでそんな具体的に出てくるんですか？大好きなんですよ。何食べてんでしょうね。何食べてるかわかんないです。天下太平、極楽とんぼの娘たちに対し、お父さんたちの昼ご飯は？お食事はもう、お食事ですか？カブトジョの話は嫌だよ。嫌ですか？嫌だ、嫌だ。去年の4月に始まった株の大暴落。かつての勢いが嘘のよう、株と町には暇の地だけが漂っているのであります。お前はね、いい時はみんなうなぎ食べ行ったんですよ。うなぎを。で、11時ちょっと過ぎると、もうずっとうなぎ屋さんの前がね、行列なんですよね。今はもう全部ね、車内でね、いろいろ弁当取ってるんですよ。給食屋さんから取るでしょ。それで食べてますよ。こちらさんもそうですか？私はなんかもずっとそうです。前はうなぎ食べましたけどね。このとこうなぎ食べてません。食べてない。2年ぐらい食べてないですな。うなぎ屋さんってのは どこにあるんですか？いや、ちょっと その先にあったんだけど、あれなくなっちゃったよな。作りちゃったんだよな。そのね、先行ってね、あ、そ
こだ、うなぎ屋さん。潰れてしまったといううなぎ屋さん。ところが店は今も健在。噂ってな恐ろしいもんです。証券マン御用達と近所でも評判だったうなぎ屋さん、バブル時代はお砂お砂の大盛況だったと聞きます。こんにちは、失礼してよろしいですか。どうぞどうぞ。あ、お客さんがいらっしゃる。うなぎってのは豪勢ですね。いやまあ今日は本当にもう1ヶ月に1回の楽しみですよ。以前は週に一度は食べていたという証券マンたちの昼ご飯のうな重、お値段はご覧の通り。車団吉と申します。これ、どうも聞いたことある、はい、聞いたことあるし、聞いたことある。あ、そうですか。何枚ぐらい用意するものなんですか。だから150でこれだけで。150のうちのこれだけ、今もさっき咲いたばっかり。あらららら、1、2、3。結局ないよ、こんなもんじゃダメだよ。ダメダメだよ、こんなもんじゃ。仕方ないし来てるよ。はぁ、それ、もうだな、足音ちゃん。てれんか、するっかするっか。みんな顔見てみな、てれんか。あんな昼間からお茶飲持ってって、そんなあんたなんて考えてバカバカして、何しに来てんだって言うんだよ、俺は。昼間からすごい見てな、コーヒーいっぱい飲んでるから。あ、そうですか。暇あるに会社いられないんだよ。だから交代にそこお茶飲みに来て、一番安い、160円とか70円とか。会社いられないんですか。いられないんだよ。なんでいられないんです。仕事はないの。欲の限界を越すの、人間ってのは。そこはいけねえや。のらりくらりにふらふら、出るのはあくびとため息ばかり。こんにちは。お昼ですか、それ。なんですか、今日は。お昼はおにぎり。はい、おにぎり。おにぎり。あ、これ中身お弁当ですか。いいですか、ちょっと見せていただいて。バブルの崩壊以来、仕出し弁当、さらにはカップラーメンやおにぎりの売り上げが急増した兜町の昼ご飯事情であります。あーねー、お昼ご飯にもやっぱりね、不景気風が直撃してますよね。だって前はうなぎですって。あ、今の証券マン ね、 ね、まあ、あのうなぎっていうのはね、うなぎ登りなんて言って縁起担ぐこともあったけど、そういうものなんですか。もう今やそんなこと言っちゃいられないから、安いお昼ご飯。言ってられない。して今日の昼ご飯、森本さん。僕はね、あのね、10インチのデリバリーピザ。あ、結構豪華でしょ。いや、そうですか。そうでもないですか。あなたは。私はね、豪華にワンタン麺。お互い、まあ、だけどね、やっぱりあのお昼ご飯って懐事情にね、かなり左右されますし。そうなんですね。それから時間にも追われて。慌ただしいよな。ここまでに終わらせないといけないっていうのがね、一番臭いですね。そうですね。まああのね、お昼ご飯一体サラリーマンやね、お父さんたち、はい、何食べてるか意外にお母さんたち知らないと思うんですよね。そういえば何食べてるんでしょう。あのグルメ時代なんて言われてますけど、はい、この不景気風の波を受けて一体どういうことになってるのか、本当に美味しいお昼ご飯って何なのか、どうぞご覧ください。しこたま積んだパンの耳、これも誰かの昼ご飯。これ見えますね。あれカモですか。そうです。いや、大きいですね、随分。あ、うわ。おなおちゃん。なおちゃん。おなおちゃん、カルガモちゃん。お母さんですよ。お母さんですよ。お昼ですよ。カモの昼ご飯はパンの耳。どういう時だけ休むんですか。どういう時だけ休むんですか。休みないです。でもなんかどうしても出かけなきゃいけない時とか。行かないんです。行かないって。お葬式に行ってないんです私。お葬式も行かないんですか、はい、じゃああれですね、旅行とかなんとかで行かれないです。行かないんですか。10年間行ってないんです。10年間行ってないんですか。行ってないんです。カモのお母さんの家はパン屋さん。ご主人、あ、どうも。お母さんのカモの終身ぶりは熱心。いや、ここまで行けばいいんじゃない。カモの人が入ってるんですよ。どこに。あ、パンが入ってるんですね。この上も全部そうですよ。奥にもいっぱいってんだ。あとこの部屋の中そうなんです。自分の店から出るパンの耳だけでは足りず、北区にあるパン屋さんをしがみつぶしに歩き買い求めたパンの耳、その費用を年に10万円。あ、カモの餌のご主人より大事にしてるじゃないですか。最初言われました。あれとかもどっちが大切なんだって言われました。もどっち大切なの。あの冬の場合はカモじゃん、カモだって言いました私は。今年野菜安いね。本当助かりますよ、去年と比べてね。あんねぐらいですよ。はい、どうも。はい、どうもありがとう、はい、いつもお買い物なさってんですか。そうです。はい、どうも。で、
ってらしたんですか？今はね、北区の障害者センターで、はい、これがあの言葉が出ないんですよ、それの訓練。あ、リハビリに。リハビリです。いつもいらっしゃるんですか？で、金曜日の午前中です。あ、で今その帰り。帰り、あ、奥様はどうして？髄膜農園やったんですよ。あら、そうですか。入院らしいものはまず全然なかったんですけどね。あら、そうです。ですから私も台所のことなんかやったことないんですから。それまで、今はやってらっしゃるんですか？今やらないわけにいかないもんですからね。ご家族お二人。あ、そうですか。リハビリの帰り道、昼ご飯と夕食の材料を買って帰る岡野さん。昨年3月、病に倒れた奥さんも1年前に退院、自宅療養を始めました。どっからか。お隣の奥さん。いや、お世話になってんですよ。本当もう、これだけ見てくださるお父さんはいないですよ。あ、そうですか。奥さん幸せですよ、だから、重い病を抱えた奥さんと夫婦の絆を確かめ合う昼ご飯。最初は下手で困ったでしょ。今だって何もできませんよ、それ。あ、そう。聞くわけいかないしね。お料理の本なんて読んだりするんですかね。サンマの焼いたのばっかり食ってましたよ。あ、そう。あ、美味しい。うまくて世話なくて、こうやって安いと来てるんだろう。あ、そうですよね。ね、これお父さんにいたんですか？まあ、そんなこと。上手に見えてるじゃない。なんか美味しそうじゃないですか。食べてみてください。うまいですよ。やむにやまれず覚えたにわか仕込みの料理の腕。これからですな、残ったものは食べるし、足んない時は我慢しちゃうし、やっぱり買ってやってる人たちは そういうことをしてるんでしょうな。お家にいる人は ね、そうですよね。いや、お昼でもちゃんとごちそうじゃないですか、残りもんって言っても。はい、白菜。解放に向かい、1年前から始まった自宅療養。しかし、食事の世話から掃除、洗濯、買い物などの家事に加え、妻の介護という重荷が年老いた肩にかかったのです。お父さん、自由な時間何してるんですか？自由な時間ってまとまった時間あんまりありませんからね。まあ新聞読むのが精一杯ですね。あ、そう。ね、じゃあご主人でしたら結構ギリギリの部分もありますか？え？ギリギリに頑張ってるという部分も。それはまあ常に私なんか限界だと思ってますよ。毎日。ただやらざるを得ないからやるって形でね。まあ限界だと思いますよ。体もきついなってこともあります。ああ、夜中に5回も6回も起こされるんですから、時にはね。ああ、そう。お子さんたちは何人いらっしゃる？子供は女が1人、男は3人なんです。ああ、そうで、ね、あ、じゃあお子さんたくさんいらっしゃるから安心じゃないですか。どうでしょう。子供たちそれぞれ所帯持ってるしね。こんなことで子供の所帯に影響があっちゃいけないっていうふうには思いますよな。あ、じゃあ助けてくれってお父さんも積極的におっしゃらないんですか？それは言いません。まあよくさ、障害児を持ったお母さんが非常に使命感に燃えるっていうようなことが新聞の投書なんかに載るけどもね。生きがいになってね。生きがいでね。だから子供に対してはそうかもしれないけども、私自身は家内に対してそんな使命感みたいなものは実は持てませんね。避ければ避けて通りたいですよ、こんなことは。りょうちゃん、散歩に行こう。よし、今から寒いから大変ですね、お父さん。寒いからね。1日3回の散歩。お母さん、綺麗な真珠の指輪してましたね。どうしたんですか？
三つ千円です。三つ千円本当本当ちょっと待って、もう一回見せて。三つ千円だよ。三つ千円、よく見えます。嘘、本当に。お父さん何回も指輪プレゼントしてんですか。いや、しません。避けて通れるものなら避けて通りたいと語る岡野さん。しかし体が不自由になった妻に寄り添う岡野さんの顔から微笑みが絶えることはありません。お話変わって、閑静な住宅地として知られる吉祥寺にある商社なレストラン。不況の嵐なんて関係なし、お父さんの懐事情なんて知らん顔の武蔵野夫人たちが大挙して押し寄せる昼時、500円600円の弁当やカップラーメン、寂しくすするお父さんが知ったら血が昇ってそっと押してしまう豪華ランチ4500円。4歳ぐらいのも食べてますかね。食べてないんじゃないですか。これ食べてらっしゃる、知ってるのか。もう予算もちゃんと。いやいや、予算は言っております。こんな高いの食べてるのは、走るのは知らないですね。だから、あ、困ったなと思ってます。今日はお宅のご主人で今頃何食べてらっしゃるのか。うちはお蕎麦、いつもお蕎麦。じゃ1000円以内ですね。そうですね、もっと安いんじゃないですか。もっと安いスペシャルの時は天ぷらそば。スペシャルの時は夫にちょっと悪いなと思います。夫に悪いなと思いません。奥様さまざま。調査によれば、お父さんの小遣い月5万円弱に対し、奥様の方はおよそ3万円。ただし足りなくなったら家計費からごまかすというちゃっかりぶり。こちら丸の内にある一流企業のお昼、チャイムと同時に先を競って階段を駆け下りる。何しろ席を確保するために1分1秒を争う戦いなのです。定食はどうですか。いや、美味しいですよ。どうですか。八宝菜とか、人事部長こっちですから、あっちに食べる。部長さんもここで食べるんですか。あ、そうなんですか。ずっと全部でね、220円全部で220円。はい。お金余りません。いえ、夜よそで使いますから余りませんよ。子供の教育費や住宅ローンで宿泊のお父さんたちは昼食代を切り詰め、その分を小遣いに回すしか手がないんです。この1時ぐらいに社員食堂にいらっしゃるの、なんか理由があるの。いや、だから出かけてるから。あ、外出て帰ってるから本当になっちゃう。そういう時は外で食べればいいんじゃないですか。まあね、ただやっぱりこのね、このご時世ですから、少しでもやっぱり家庭のためには安いものを食わないと。いや、そうで、それはうまいもん食いたいけどね。安くて短時間に終わらせる、これがお父さんたちの昼ご飯の鉄則。ところで、この不況の嵐でホクホクなのが弁当業界。安くて品数豊富な弁当が売れに売れ、今や年商6000億円に上るんです。一番の売れ筋は500円前後の弁当なんですが、中には1万円のものまでが登場。1万円のお弁当、お昼に買ったりする方あります。え、ございます。はい、こちらでございます。綺麗ですね。これ大変ですね、作るの。なんと何人ですか。はい、こちらがお作りになっておりまして、天然のヒラメ。天然。はい、それから生のマグロ、赤貝、アオリイカでございます。こちらがオードブルでございます。こちらタイの手まり寿司、あとお赤飯でございます。こちらが炊き合わせになっておりまして、生麩のかば焼き、しめじでございます。いつもお昼は何食べてるんですか。いつもは皆様と同じで社員食堂でお昼をいただいております。だいたいいくらぐらいですか。だいたい600円ぐらいでございます。随分差がありますね。これ自分で食べたいと思いません。え、
一度お金を払って家族で食べたいと思っております。誰が買うのか、月に100個以上売れるんだそうです。ではサラリーマンの昼ご飯人気ベスト5は、日替わり定食、うどんなどの麺類、和定食、洋食、丼物の順。冷たい冬の風に加え、不況の風吹く秋葉原電気街の店員さんの昼ご飯事情を覗いてみると、ケーキどうですか？人はいっぱい出てるけど、ケーキはあんまり良くないですね。そう、例年に比べると、平年に比べたら、そうですね、2、3年前だと半分ぐらいですかね。あら、そう。お昼何食べるんですか？お昼はあの食べるお金ないのか。またそんな貧乏くさい。なんであの稼ぎ悪いですから。ケーキ悪い。お昼食べました？まだです。何食べるんですか？ラーメンだね。ラーメン。ケーキ悪いからラーメン。ご主人は今日何食べますか？今日はなんかね、いつも食べるやつだと北海道。え、何北海道？北海道。北海どんぶり。北海どんぶり。どこであるの？秋葉原で買う。美味しいの？美味しいですよ。冬の寒空の下、一日中立ち詰まります。寒さを癒すのはあったかい昼ご飯。いくらと鮭なんだ。でも絵の通りいくらいっぱい入ってるのね。美味しいですよ。ご主人いつもこれ、こういうふうに外で食べるばっかりですか？お弁当持ってこないですか？何でしょう。奥さんは？奥さんは別居中。別居中なの？うまくいってないの？ちょっと。まあね。そう。人知れぬ事情を秘めた一杯の丼ぶり。何分？ね、10分かかんなかったよね。今10分か15分ね。うまいですよ。食べればいいね。まあ、高いの売れのお祈りしてますよ。いやー、せわしいね。お父さんたちの昼食時間は10分から15分という短さなんです。秋葉原駅近くのガード下、そこにうごめく一団、昼近く路上で鍋を囲む。彼らはいかなる事情を背負っているのか。いや、やめろ、帰んなさい。ガード下で鍋を囲む男たちにはどんな司祭があるのか。今お昼ご飯？あ、お昼ご飯。お昼じゃねえんだよ。なんだ。まだ10時。まだ10時。もうお昼近いよ。行っちゃダメだろ。あ、行っちゃダメだよ。行っちゃダメだよ。まあ、それで収入もらう。え？収入もらう。何？生地いっぱいだ。いっぱいって。あ、焼酎いっぱいだよ。俺は焼酎来て、焼酎はしょっちゅう飲んでるから。仕事は？仕事はダンボール。こういうダンボールの、こう、あの、ほら、こういう資源の再生のさ、こういうほら、こういうダンボール。うん、ね？いや。うん、犬にも引っ張らしてるけどよ。あの犬誰の犬？うちの親分の犬。うん。あれポチってる。あれは埼玉県だもんね。千葉県じゃねえか。あれ埼玉県。あれ埼玉県で生まれて育った犬だからよ。これ誰が作ったんですか？いや、自分が作ったんです。結構ごちそう。これ何？うん、これあの鮭の鮭です。美味しそうじゃない？いや、そのぎそのぎさ。うん。これは？家庭だと、あの安い肉を買ってきて。コンロとかそういうのあんの？コンロ、ここにやったんですか？ここにやったんですか？ここにやったんですか？なんか鍋じゃん。いや、大丈夫。ここ。あ、これ大丈夫。ここでない。すごいな。フルセットあるんじゃない？なんでも。ありますよ。佐藤夢中さんじゃねえだろ。違うよ。宮崎房子さん。あ、知ってない？いや、知ってるよ。宮崎房子さん。知ってるよ。ほら、ほら。宮崎さん。いや、昔さ、僕はあの、六本木のとか、あの、麻布十番とかさ、うん、青山とかあっちの方でね、うん、あのサッパークラブとかそういうところのさ、うん、マネージャーやってたんですよ。あ、そうなの？そうなんですよ。ママのさ、ベンツのね、280 SE とかさ、そんな運転して。ベンツ運転してたの？ずいぶん派手な生活してたの。
のことやったんですよ、僕ら。ちょっと今と違うじゃん。もう、ちょっと落ちぶちゃってね。マッサーだったけどよ、今もうタッサーになっちゃった。で、一時はマネージャーだったんだよ。で、そのうちダメージャーになっちゃって。今度はどうしようもないよ。原子力とか、そのプラントとか、そのエンジニアやってたんですよ、一番初め。じゃあ難しいこといっぱい知ってるんだ。原子力やってたの？やってましたよ。で、その後建設？だからそれから頭いいんだもん。その代わり、交通事故で2年半入院しちゃって。病気しちゃったの？病気です、交通事故。どこやられちゃったの？あったい人間で、頭やらいって、足やらいって。足は人工なんです。こっちの足？人工の足なの？人工です。どっから？こっからここまで。先は？俺は復讐でやってくれるんだからってますけどね。会社保証したりしてくれないんだ、なんか。いや、そういうのできないですよ。他のなんか仕事させてくれるとか。できないです。やっぱ動かなきゃダメ、体が。お金腐るほど持ってんの？金は何もでも上がる。生活ね。うん、飲むこういう。でも質素にしたら。飲むだけだ、やっぱりね。いつ体を壊すかわからんから。一応の、かこいはね、しておかないと。かこいいくらぐらい持ってんの？奥に近い金持ってる。奥に近いお金持ってる？嘘。朝4時32分。始発電車が通過する音が自由人たちの目覚まし代わり。およそ15人の男たちがこの界隈で寝起きし、電気街から出る段ボールの回収で暮らし向きを立てています。今から行くんですか？いや、自分はもう今仕事行ってきたの。これ取ってきたの？そう。朝何時から？朝自分起きてたのが2時半ごろかね。3時かな、うん、3時？そう。いつもそんな早く？そう。1日の稼ぎはざっと2000円から3000円。朝6時、ビルの軒先にある段ボールがうごめき、一人の男が現れた。あ、自分、人、知り合い？はい。友達？仕事に行ってる人な。仕事何？仕事行ってる。仕事行ってるの？そう。段ボールやってないんだもん。ズボンないなと思ったら、段ボールの下にちゃんと。アイロンかかったみたいにピチッとしちゃうんだ。頭いいな。あ、ちょっと悪いんだけど、しょうがない。人間の知恵だね、これ。ねえ、ほんとよね。あ、結んであるんだ。こういうのは早いな。早いね。あ、折りたたみの家なんだ。ふるさとの福島を離れて3年余り、段ボールの回収はやらず、引っ越し作業の手伝いなどで稼いでるとか。隠しちゃって。隠すわけじゃない。新しく作るの面倒くせえからな。うん？新しく作るの面倒くせえから。6時10分。今日も真面目に出勤です。仲間内から白亜のマンションと呼ばれる親分の家。おはようございます。いやー、疲れてる。何？これは何？自分で作ったの？そうそう、自分で。待ってた。リアカーの上を板で囲い、ホロをかけた移動式の家。すごい綺麗。何でも持ってるの。茶こしは持ってるわ。なんだ、卵焼きのあれも持ってるわ。ここでも寝たきするってことができるからね。ガスも入ってるね。中は見せられないけど。あ、中見せて、中見せて。あ、いい背広持ってるじゃない。こっちはうちが、こっちはね、こういうとこには大事な物は置かない。本当のその通帳とかね、自分のあのね、置いておかれないの。大事なものはどこ置いておくの？まあ部屋とか、あと自分のどっかのわからないのを埋めておくとか。内緒。こういう埋めておく。だから友達も信用できない。できないし。うん、それで本当いくら持ってんの？1億円じゃなくて。まあ、その半分も何倍もないですよ。半分だってすごいじゃない。若い自分にはヤクザ稼業に身を染め、
刑務所暮らしも何度か。その後電気工事の事業に手を出したものの失敗、そしてこの地に住みかを得て8年、都会の片隅で夢のひとかけらをまさぐる人生の放浪者。神田錦町ビルの谷間に佇む一軒の定食屋さん。今日何なさんですか。どうですか。ええ、天ぷら。天ぷら。ショーウィンドウを覗き、あれこれ三段するのも昼ご飯の楽しみ。俺決まったぞ。先生に。俺今日天ぷら。何決まったんですか。天ぷら。580円の日替わり定食をはじめ、600円も出せば大満足できるため、サラリーマンや学生でにぎわう昼時。こちらはよくいらっしゃるんですか。毎日来てる。毎日。そう。失礼ですけど、どちらのお国なんですか。インドです。インドですか、はい、あ、そうですか。今日はこれは納豆、はい、こちらは刺身、これはカツオですか。カツオ。今日納豆、お腹がちょっと調子悪いだから、これ食べるとちょっと元気になります。そうですか、朝8時の仕込みから夜8時の店じまいまで、おかみさんと5人の子供が切り盛りする定食屋さん。その一番の人気メニューはカレーの唐揚げ定食580円。確かに安い。まだお母さん、お客さんがいらっしゃいますけど。え、どこに。もうすぐ。あ、そうそうそう。もう、お昼ご飯。いや、だともう朝早いから食べちゃう。朝何時に召し上がったの。朝はもう7時前に食べますよ、ご飯。あ、お母さんの目の前にいらっしゃる方は、うん、一番下の娘です。一番下の娘さんって何女なんですか。何女。五女か。五女、うん、私の下が弟で一人です。あ、働きがないから昼飯食べさせてくれたんです。私たちはここへ来たのは私が5歳の時来たんですからね。だから25年ですよ。その時もここ建てたんですよ、このお家。あったんですよ。だから随分古いですね、この家ね。よく持ってますね、この木造だけどね。だけどね、今の人知らないでしょ。だからうち入ってくるとね、これね、お風呂屋のね、跡だと思ってるね。ね、これずっと態度でしょ。で、あそこがほら、ちょっと番台みたいでしょ。あ、ね、うん、このタイルでね。そう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 。だから私、それお風呂屋の跡しようとカッとくんのよ。冗談言っちゃいけないってのは、昔はね、こういうタイルなんか高くて、今ね、このタイルで貼れたら大変なもんですよ、つってやるの。うん、俺の後ですか。俺やった時はね、こうすごくね、モダンだったのよ。うん、で、ここに鏡があったの。ずーっとね、古屋じゃないか、鏡があったのよ。長い鏡があったの。ご主人は。お父さんはもうね、まあ、足掛け7年ですか。あ、やだな、伊豆のね、長岡というところに韮山温泉病院があるんです、はい、そこへ入ってるんですよ。あら、具合悪い。え、具合悪くて、リハビリにね、入ってるんですよ。あら、そうですか。7年前、パーキンソン病に倒れ療養生活を送るご主人を月に2度見舞いに行くおかみさん。どうもご苦労様です。私はするからね。これどこに出せたらいいですかね。寒川様、いつものお札ですけど、はい、納めるんで、お父さんの悪いところを、はい、頭で。クソジジイ、あそこ行ってりゃいいんだなんて言うかと思ったら、そうではなかった。だんだんと時代の波に押し流されて、商売買いをしたり、同じことでも儲かる楽な方へ流れて行きましたからね。最後まで頑張ってるのは私じゃないでしょうか。まあ、今ではお客さんが当てにしておられるからね。そのぐらいだから、やめるわけにもいかないしね。病に伏せる父親の意志を継ぎ、店を盛り立てる子供たち。それもこれもここを頼って何十年も通う常連さんがいるからこそ。夜になると客層が一変、タクシーの運転さんのたまり場になります。8時の閉店間際に駆け込む人も少なくありません。はい、いらっしゃいませ。まあ、どちらから今は。亀戸。亀戸か。そう。飛んできたんでしょ。飛んできたの。閉店になっちゃいけないと思って。そうそうそう。朝は何時頃。
でも朝って言っても起きるのはお昼頃ですよ。はい。すると朝水が1時頃になっちゃいます。はい。でこれが昼飯みたいな感じね。これが昼ご飯。昼ご飯。おお、ずいぶんもう夜の8時に昼ご飯。タクシーの運転手さんも大変ですね。いや、ここのママさんがね、はい、何でも言うことを聞いてくれるんですよ。注文すると作ってくれるしね。匂いの強いものはダメ。匂いの強いものはダメ。で、あちらは卵が好き。こちらは卵は卵ばっかり食べます。ご飯に卵がかかってますもんね。ここでは10年20年の常連さんも新顔のうちだと言います。何しろ40年以上通い詰める常連さんがいるほどなんです。お客さんの人生とともに歩む定食屋さんが東京の空の下にありました。板橋区で最も賑やかな商店街、大山駅前。そこに600坪もの土地を持つ米屋さんがあります。この界隈で一番の資産家はどんな昼ご飯なのか。あ、忙しいですか。お米屋さん、お昼ご飯はもうそろそろ12時ですけど。7年前からヤマメ暮らしの米屋さん。お子さんは？いません。あ、そうなんですか。うん、もともといないんですか、お子さんは。え、もともと一人ぐらい。何年ぐらいやってますか。7年ぐらいかな。朝は何食べたんですか。朝はご飯です。いや、朝はね、どうしてものあれね、仏様にご飯をあげなくちゃならないから。あ、ここでここじゃ。あ、ちょっと温めたらいいんですよ。ガスで。あれ開かないな。これまで、ね、温めてみたら。上をどうしても温めるの。いいよ、まあ、めんどくさいが先に立つヤマメ暮らしの台所仕事。いつもこうやってご飯作った時、お客さん来たらどうするんですか。そのままです。ガス止めてきます。あ、ガス止めて飛んでいくわけ。やっぱりね、こんなもんですな。卵入れるの忘れたよ。卵入れるつもりだったんだ。そう、いいよね。うん、美味しそうじゃない。手際いいですね、下手な女の人よりよっぽど。そんなことなし。ほんとほんと。でも夜は、夜はあのご飯は食べません。あ、酒だけ。え、酒と酒のおかずで。それも自分で作るの。もちろん。おいしい。よくできた。もちろんおいしい。うん、寂しくはない。まあ友達もいますしね。で、友達も誘ってくれるんですよね。うちにいてもつまんねえだろうってね。それでまあ飲み行こうよとかね、うん、行こうよとか。酒は嫌いじゃないですから。金庫にお金入ってんですか。どういうの。あの金庫すごいですね。あげることあるんですか。ありますよ。お金入ってんの、やっぱり大事なもの。まあ、大事なものは入ってますよね。あ、そう。なんか見たいな。なんで見せなくちゃなんですか。そうだけど、だってあんまりいっぱい見たことがない、ほら。そうですよ。映画のセットみたいな金庫じゃないですか。いや。あれ、なんかカチャカチャカチャって合わせるんですか。今は、大丈夫ですね。ああ。合わせなくても。開くようになってんの。出ますよ。で、不用心だな。いや、今朝ちょっと出すもん出した。あ、そうなの。うん、まだ鍵は回してないです。で、ちょっと開けば開くんだ。開けますよ。開けてみていい。わあ、すごい立派。わあ、これ何の。これうちの屋号です。なんて読むんですか。タトメって言うんですよね。で、この仙台が田中留吉っていう名前だったんですよね。で、田中のタと留吉のと、あの留を取ってタトメ。じゃあ、それであつらえさせたんですね。そうですね。この
金庫。はい。じゃあ羽振り良かったんだ。すごい霧ですよ中は。これでいいでしょ。また開ける。こうだ。うん、そこもついでにちょっと行った。まあそれはだから普通の。でこんなもん。ああいろんな種類が入る。中古車。実印とね。いつもはがっちり鍵がかかってるんだ。そうですよ。ああ。これはまああんま金ですかね。いやー。すごい立派な金庫ですね。あとはこっちはこうでしょ。あ、これはうまくない。え、1億円ぐらいのあれだったら定期かなんかじゃないですか。この地に3代続いた米問屋の名残であります。綺麗ですね。これサザンカ。サザンカ、いい。まあ立派なお庭だこと。広いね。まあ、これも先祖のおかげだからね。ねえ、資産200億円の昼時の一コマでした。さて、下町の町工場ではどんな昼ご飯が並ぶのか。すいません、こんにちは。お二人ですね。そう、女房と三人。お昼どうしてます？お昼、うん、お昼は食べるさ。いや食べるけどさ、うん、何食べてんの？ああ、うちでね、いろいろだよ。いろいろって、うちで作るもんもあれば、幕の内も弁当持ってくる、買ってくる時もあるし。かつては町工場の昼ご飯といえばまかないが大半でした。しかし従業員の減少やら時流に合わないこともあって、今ではほとんど見かけなくなりました。今日何？うなぎ。うなぎ？出前で？いや、うちで作ってる。うちは、あ、うちはお弁当取らないから。どうぞ。さっきと話違うじゃん。違うよ、取るんじゃない。違うんだよ、俺が言ってるのはね、たまに買ってくるんだよ。うちでほら、間に合わない時にたまにお弁当がいいっつって買ってくんですよ。それは言ってた。だけど、ほとんどうちで、食事年次じゃないよ。今日はだって豪華じゃないですか。うなぎにハマグリの味噌汁。食べ物は贅沢だよ、うちは、そんな耳ちくないよ。食べ物は家族3人でやりくりする長谷川工業所。貧乏したって食い物だけは贅沢だというだけあって、昼からうなぎ。でも家族顔を合わせて食べられる、これ以上の贅沢はありません。お昼よ。ああいうふうにいつも呼ばれるんですね。そうそうそう。じゃあお邪魔します。お父さん失礼ですか、おいくつですか？70。若い。定年だなんてね、ブラブラすることないんだよ。そうだよね。でジョギングやってんでしょ、そこら公園でさ、駆け足。あんなのさ、長生きしたかったら仕事でもしろってんだよ、もっと。駆け足する暇があんなら。駆け足する暇があんなら仕事しろ。仕事でも何でもやれってんだよ。ほら運動になるじゃん、仕事がね。そうだよ。でもその人はジムの人かもしれないですよ。なんかいやこれジムじゃないな。見ればわかる。見ればわかるな。そうだよ。だからどうですか今、ちょっと不景気なんていう話も。悪い。あ、ダメ。いや悪いよ。どうやってこの乗り切るわけ、これから。これから、まあまあ、なんていうの、節約だな。無駄遣いをしないでさ、少しはするけど。これだもんね。少しはするよ。しねえでな。少しはするよ。少しはするじゃないか。だってそうでしょ、天皇賞は競馬だって金賞そこにあんだもん。馬券買いに行くもの。あ、競馬やる？やるやる。この間どうでしたか？取られた。あ、そう。結構使ってんじゃん、それじゃ。7万いくらの配当だから当たりしないよ。でもまだ競馬やれるんだから、じゃあいいんだ。それはそうだよ。まだね。だって仕事してそれもできねえ、酒も飲めねえ、そしたら死んだほうがいい。死んだほうがいい。そんなものやめたほうがいいよな。そうだな。うん。体が悪い人がいたらね、憂鬱だろうけど、みんな健康だからね。お母さん笑い上手。そう、笑い上手。一年中笑ってるよ。一年中笑ってる。まあうちは。どんな豪華なおかずより笑顔とおしゃべりこそが一番おいしい昼ご飯。やっぱり楽しそうだから一番おいしそうですね。そうね、工場でね、家族揃って食べるお昼ご飯っていうのは
まあ高くて羨ましそうですがね。グルメとか人間ドックとか言いながらお昼ご飯ってそういえば毎日毎日のことだから、うん、一番体にとって大事なんですよね。そうね。でも今日見てるとね、ああいうその家族揃ってなんてことはサラリーマンにはしたくてもできないから。それは無理です。圧倒的に慌ただしいよな。そうだから困るんですよね、時間。しかも値段、あ、お金、あ、ね、それね、だからもう本当にあの味は二の次、はい、もうとにかく日割り計算でお小遣いの中から一日いくらで過ごそうっていうことをね、シビアに計算してみんな食べてるわけですよね。そうなんですね。今日は何円以内だってね、うん、そうだからね、僕は今日ちょっと見ててね思ったんだけど、お母さん優雅に昼ご飯食べてたでしょ。アイバーベンもありますけれども、お父さんのねお小遣いの中にね、お昼ご飯代も含まれてるっていうのはちょっとね納得できない。これ別枠にして必要経費だから。そう、必要経費あら、でもじゃあ森本さん、工場で最後に食べてたお母さんのうなぎ一切れだったの気づきになりました。それは気がつきませんでしたけど、お母さんはやっぱりいつもは残飯整理してるんです、うん、少しぐらい我慢していただかなければ。でもだからお互いに少しずつ譲り合ってる。ちょっとお父さんのお弁当代だな